瀬戸康史が、生見愛流主演の火曜ドラマ、くるりーだれが私と恋をした。チルダ、毎週火曜夜10時から10時57分まで、TBSK に出演中。瀬戸は、誠、生見の自称、元彼、で、フラワーショップ、フルールスタイルレコレクションの店主を務める西光太郎を演じている。この度、WEB ザテレビジョンでは瀬戸にインタビューを実施。自身が演じるキャラクターの魅力や共演者とのエピソードについて聞いたほか、数々の作品に出演してきた瀬戸が特に交流のある先輩、後輩の存在について明かしてくれた。写真、まるで王子様、バラの花束を抱える瀬戸康史、光太郎、記憶喪失になったヒロインが、恋の相手、と、本当の自分、を探す同ドラマは、恋の相手、本当の自分を探す指輪をめぐるラブコメミステリー。記憶を失い、くるりと世界が一変したヒロイン、誠、生見が、不安と同時に自分らしさから解放され、私歴1年の赤ちゃんとして、本当の自分らしさを探していく物語だ。また、恋の四角関係を繰り広げる男性キャストとして瀬戸のほか、神尾楓玉、宮世龍渉が出演。年齢もタイプも異なる3人だが、唯一の共通点は、記憶を失った誠の自分探しの手がかりとなる指輪がぴったりとはまること。物語が進むにつれて、3人との関係性だけでなく、誠自身も変化していく。オリジナル作品、来る恋の結末は、僕たちも知らない、胸キュン要素の多い、火曜十字枠のドラマに出演が決定した時の心境はいかがでしたか？やっぱり、キュンキュンさせたいな、と思いました。ですが、光太郎を演じる上で、キュンキュンさせてやろう、というのはあまり良くないと言いますか、いわゆる胸キュンシーンに関してもあまり力みすぎず、狙わずに演じられたらなと心がけています。脚本を読んだ時の感想を教えてください。主人公が記憶喪失になってしまい、タイプの違う男性が3人出てくると。ラブコメの要素がしっかりとあって面白いなと思いましたし、それに加えてミステリーの要素もあるということで、いろんな意味でドキドキしながら読み進めました。オリジナル作品で、僕たち自身もまだどうなっていくのか全く知らないので、いつも、次の台本来ないかな、とワクワクしています。現場でも今後の展開について予想したりされているのでしょうか？今は第5話まで、台本を、いただいているのですが、最後には意外な展開が待っていて。現場でも、あれは、とみんなで話していました。座長、生見愛流は、プラスのエネルギーで溢れている、クランクインから約2ヶ月が経ちましたが、これまで撮影してみていかがですか？光太郎が誠だけじゃなく、やっと朝日や律と絡み出したんです。これから男性陣の小競り合いがあるのかないのかわかりませんが、お二人ともお芝居できるのが楽しみです。改めて、瀬戸さん演じる光太郎はどのようなキャラクターですか？光太郎は主人公、誠の、自称元彼、でフラワーショップを経営しています。とても優しくて、思ったことは割と正直に伝えるタイプ。光太郎の優しさは押し付けがましくなくて、さらっとしている印象です。光太郎は記憶喪失になった誠を見守りながらも、時に背中を押してくれる存在です。口数は多くないですが、誠が前向きに行動できるような言葉をチョイスして伝えているんじゃないかなと思います。主演を務める生見さんの印象はいかがですか？皆さんが想像している通りの明るい方です。でも、それだけじゃなくて、彼女は連日撮影していて、セリフ量も多いですし、毎シーン出ていると言っても過言ではないのですが、現場で疲れている素振りを一切見せないんです。いつもフラットでいてくださるので、現場の士気も上がりますし、プラスのエネルギーで溢れている気がしていて、生見さんの人間力みたいなところはすごいなと思っています。神尾さん、宮代さんと共演してみての感想を教えてください。神尾くんも宮代くんも、とっても真面目です。お二人ともまだ若いですが、僕がお二人の年齢だった時よりもかなりしっかりしていますし、お芝居に対する熱量が伝わってくるので、すごく頼もしいなと思います。光太郎、朝日、律は、恋のライバル、になりますが、光太郎が他の二人に勝っていると思う部分は、思いやりですかね。
誠にさらっとドライフラワーをアレンジメントして渡したり、彼女のピンチにさらっと駆けつけたり、絵文字はないけどメッセージを送ったり、そういう思いやりみたいな部分は負けてないんじゃないかな。第1話を拝見して、孝太郎が誠に声をかける時のトーンがすごく素敵だなと感じました。心がけていないわけではないのですが、きっとお芝居の中で自然とそうなったんだと思います。声のトーンに重きを置いていなかったのですが、お芝居をする中で優しさがこぼれたんですかね。共演者とは愛のあるいじり&ツッコミでコミュニケーション現場でキャストの方と距離を縮めるために意識してやっていることはありますか？いじるじゃないですけど、突っ込んだりしますね。先日もオールスター感謝祭TBSK の時に毎回 CM 前に流れるメロディーを5時間ほど聞き続けていたので、ぬくみさんと明日も耳に残りそうだねという話をしていて、そしたらぬくみさんがノロウイルスですねって言うから、それってノイローゼのことと指摘しました。神尾くんも僕は聞き目を右から左に変えたいんですとか言っていたので、それどういうことって突っ込んだり、ちょっと変わった子が多いんです。火曜ドラマへの出演は、火星夫の渚さん、2020年、TBSK 以来約4年ぶり。今作ではメインキャストは年下の方ばかりですが、現場でのあり方に変化はありましたか？あまり年齢で人を見ないようになったなと思います。自分より若いからとか、年上だからという考えはなくなったかもしれません。プライベートなどでも特に交流のある先輩や後輩はいらっしゃいますか？先輩で言うと、長谷川博己さんは気にかけてくださっています。オールスター感謝祭の日に久しぶりにお会いしたのですが、すごく嬉しかったです。バラエティ番組出るんだ、と思いましたし、意外と楽しんでいてびっくりしました。頼ってくれる後輩で言うと、事務所の後輩でもある東圭介はまめに連絡をくれますね。本作への出演が決定した際のコメントで、僕自身が10代、20代の時にみんなに好かれよう、嫌われたくないといい顔をして悩んでいた当時の思い出がフラッシュバックしてきた、とありましたが、そのような考え方から脱却できたきっかけを教えてください。具体的なきっかけはないのですが、いろんな経験を積んで、年を重ねたからだと思います。人と比べるのに疲れてしまったのもあるかもしれません。人と自分を比べたり、みんなに好かれようとしていた時期に、だいぶ無理をしているかもしれない、と自覚してから、いつの間にか自分自身を大切に、そして嘘つかずに生きていきたいなと思うようになっていて、具体的に何かあったというよりも、徐々に変化していきました。